規模業界みたいなのがないなっていうのがあって、普通に一つ一つやってない中で絞れません、どうしたらいいですかは、まずやってからじゃない。これまでいろいろやってきた経験が身になってない。真似してるだけじゃなくて、それは本当の賢者の意見。どうもこんにちは、シュンデイリーメンバーの鈴です。稲山です。僕らです。ケンティです。今日はですね、ドライブ企画ということで、ドライブをしながらケンティの就活のお悩みに答えていこうと思います。イエーイ。まあ、ドライブの方がね、ちょっとケンティ話しやすいんじゃないかっていうことで、確かにちょっとこんな感じで車の中でみんなでいろいろ話しながらケンティのお悩みを、キャリアアドバイザータクシー運転手のね、僕らさんが、キャリアアドバイザータクシー運転手の僕らさんが解決してくれます。では出発。出発。お悩みがたくさんあるんですけど、まず1個目が志望業界みたいなのがないなっていうのがあって、はいはい、明確に自分のしたいこととかがあんまりないからかなみたいなところかなと思ってるんですけど、それが一番の悩みですかね、最近の。はい、どうなの、その就活経験者からしたら。どう絞ったみたいな、はい、いっぱい行ってみて絞るしかないんじゃないですか。サマーインターンとか、まあ、社員訪問とか、はい、説明会でも何でもいいけど、行動してとりあえず情報を取りに行って、自分の感覚値でもいいから合ってるか合ってないかを確かめに行くっていうのは、もうそれしかないよね。大事な気しますけどね。でもなんかケンティってさ、いろんな人にいろんな企業を勧めされたら全部いい行きたいってなっちゃってさ、なる、決められなそう。そうなんですよ、なんか説明会とか受けるんですけど、うん、全部の企業、うわめっちゃ魅力的や、めっちゃ急成長中だし、みんなあれみんな、はい、お前らどんだけ倍になっとんねんって話なんだ。経済ワンタイヤと思いながらもうどこでも行きたいみたいな。え、嫌な業界とかないの。嫌な業界もないな、なんだろう、うん、例えばなんだろう、嫌な業界か。え、私は行きたいところはなかったけど、はい、金融とか。あー、金融、確かに。ただ真似しろだけじゃない、真似しろだけじゃなくて、それは本当の権利の意見。怖。金融不得意なイメージ、僕。確かに。それはなんでとかじゃない、それはなんで不得意なイメージなんだろう。うわー待って、ちょっと言語化させてください。はい、いきます。え、なんだろうな。俺らが言っちゃうぜ。言っちゃう俺らが言語化しちゃうぜ。もうどう思います、稲山さん。金融ってさ、ミスったらやばいような細かい大事な作業が多いから、慎重と正確性が仕事で求められるけど、ケンティはそれはない方というか、まあなんか行動力とかパッションに全振りだから。確かに、あ、それだ、え、すごい、うん、向いてない気が。僕より僕のこと知ってますね。ケンティこれ言われても多分頭入ってない。がそのなんて言うんですか、目移りしやすい飽き性とか、なんかやりきり力ないとか、なんて言うんですか、そういうもうどこにでも行っちゃう感あるんですよね、僕。なんでもいい、もはやなんでもいいのかな。まあ、けどケンティみたいに言語が苦手だったりとか、うん、まあ、なんかやりたいことないかもみたいな人は、逆に人からフィードバックバンバンもらうのがいいかもですね。だってさっきも俺パッと言っちゃったけど、こんな感じでいろんな人からどんどんフィードバックもらって、ちゃんとそれを頭の中に残しておく、まあ、書き留めるのが一番なんだけど、ケンティはまあフィードバックもらう回数とかもらうマインドは整ってるんだけど、もらった後書き留めなかったりとかさ、多分覚えてないじゃん、うん、だからそこをちゃんと行動を変えて、まあやればいいんじゃないですかねと思うんですけど。じゃあなんかフィードバックノート作ります。まあそういうのでもいいと思うんですけど、今までももらってきたやん、もらってきた人から。はい、それ覚えてる、何か一つでも。稲山さんが動画で言ってた OB 訪問しろは僕めっちゃしましたっていう。ああ、けど確かになんかしてたな、夏休みめっちゃ。それでどうだった、何か学べた。で、それで早期選考まで進めたり、別の会社さんの説明会とか、はいはい、なんか就活におけるなんか先行的なメリットじゃなくて、この企業は自分に合うなとか、この企業はこういうものなんだみたいな、自分こういうの好きなんだとか。コンサル業界ってくくりで見たら、いやもう僕には無理だ、さすがに、だってクレディスとか無理だし、もう論理的思考力皆無だしと思って見てなかったんですけど、いざ社員訪問してみると、意外と論理的思考も求められつつ、でもクライアントワークだから、僕みたいななんかちょっとパッションだったり明るかったりした方が逆にいいかもねみたいな、逆に向いてるかもねみたいな、うん、言われたりしたから、なんか意外とコンサルも見たりしてるよみたいな。ちょっと長くなっちゃったんですけど、結論パッションじゃないんですけどっていうところがね。ちょっと待って、そういうことが聞きたかったんじゃないですよね。ですよね。何、うん、なんかさ、就活頑張りたいって言ってるけど、就活は頑張ってなかったりしてるなっていう思っちゃうところもある。就活は
正直全然やってない。週1とか。だしさ、話し方のところの練習とかさ、他にもなんかやろうと思えばやれることって無限にあるんだよね。自分のやりたいことがわからない、絞れないって言ってるけど、絞るための行動がまずそもそも足りてない。足りてなさすぎる。めちゃくちゃ、はい、普通に一つ一つやってない中で、はい、絞れません、うん、どうしたらいいですかは、まずやってからじゃないって本当にあるけどね。本当にそう。やっぱ長期インターン頑張りたいなと思ってたから、うん、やっぱりどうしても就活は後回しにしちゃうなみたいな、うん、何がしたいのっていうね、何がしたいの、うん、のを絞りながら目の前のことを頑張るじゃない。今思ったのが、うん、就活やんないで長期インターンやるいいと思うんだけど、うん、ってなったら長期インターンにちゃんとフルコミットしてちゃんと成果残さないと、うん、ギリギリ就活やったら失敗すると思うのね、うん、なんでインターンやってるの。理由は、うん、ちょっとやりきった経験がないから、やりきる経験をしてみたいっていう。やりきるってどういうこと。そうだね、どうなったらそうなのかっていう、どういう状態、どうやりきるの定義が分からなかった。やりきる経験を得たらどうなるの。一個やりきった経験があれば自信が、自分に自信を持てそう。なんか自信を持って話したことがないんですよね、僕今これまでの人生で。だから長期インターンやって、なんか自分の中でやりきったことによって変わるかなみたいな、ね、うん、自分自身がね。どうですか。俺が言っちゃっていいんですか。うん、怖い。はい、やりきる経験を作るのも大事だけど、ケンティはどっちかっていうと、なんか何が自分に向いてるかとかを判断するのことの方が優先順位高いことなのかなと思ってて、いろんな、例えば営業やってみたりとか、うん、マーケやってみたり、職種でもいいし、この業界のこと見てみたり、この業界のこと見てみたりみたいな、選択肢を広げてどんどんいらないものを潰していくみたいな行動の方が大事なのでは、うん、と思ったんだけど、だからそのために長期インターンやって、こう家電やったりとか、まあ、出演してみたりとか、企画考えてみたりみたいなことをやってると俺は思ってたんだよね。いや、確かに それもありました。いやでもそれが目的だけど、まだ初めにさ、自分のやることが分かんないって言ったことは、全然そのこれまでいろいろやってきた経験が身になってないじゃん、うん、だからそれはさっきあのカナとかも言ってくれたように、そこの仕事をやって自分がどう感じたのかとか、うん、周りの人からどういうフィードバックをもらったのかっていうのを全部言語化して、あ、まあ間違いないですね。ちゃんと言われたこととか自分が感じたことをちゃんと自分の中に溜めていくべき。いや間違いないです。マジそれはマジでそうだと思う。日々から言語化するのがいいかもね。まあ、でもいろいろやろうとせずにフィードバックノート作るのと、うん、なんか毎日日記みたいの書いたら、確かにそれが結局今目の前の頑張ることにもつながるし、うん、結果業界絞るとか、うん、やりたいこと見つけるとか、自分に向いてるものを探すにつながると思うわ、うん、全部つながると思う、うん、私もダイアリー入って最初2ヶ月間ぐらい毎日つけてた。今日はどこができなくて次はどうしたらいいかとか、で次の日もそれ見て、今日はどこがダメでどうすればよくなるのかってずっと毎日書いてた。素敵素敵ちゃうわ。やります。じゃあね、ケンティ お疲れ様です。終わったかわからないけど、お疲れ様でーす。決意表明して、そこのカメラに向かって。はい。まずね、ノートと鉛筆を買いますと。で、フィードバックと日々の振り返りみたいなところを書いていこうかなと思います。で、それを1週間後、すずさんにね、チェックしてもらって、ビシバシ言ってもらおうかなと思います。はい。はい。じゃあ頑張りましょう。はい、お願いします。バイバーイ。ここで、仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。